作戦実行中のアメリカ海兵隊普及の自由作戦は2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件の報復として同事件の首謀者と断定された国際テロ組織アルカアイダを引得している疑いがあるとされたアフガニスタンのターリバーン政権に対してアメリカ合衆国とイギリスの両国により2001年10月7日に開始され 2014年12月28日に終結した一連の軍事作戦の総称である。オフはアメリカのブッシュ政権によって対テロ戦争の一環と位置づけられ、国際テロの脅威を防ぐための防衛戦として始められた。当初の名称はオペレーションインフィニット・ジャスティスであったが、インフィニットはイスラム教ではアラーフを意味することがあり、イスラム法学者から、 究極の正義を意味するのなら、それはアンラーフのみが与えることができるので不適切と批判を受けた。そのため、作戦名を改めたものである。現在、アフガニスタンを含む中央アジア地域をはじめとし、東南アジア、アフリカの角、トランスサハラ、サヘル地域を含む、世界6カ所で作戦が展開されている。通常、オフは2001年10月7日に、 米両軍による攻撃で始まったアフガニスタン戦争における軍事作戦の名称を意味するため、本校においてもアフガニスタンにおけるオフすなわちオフ A についてのみ記述する。普及の自由作戦は国際連合安全保障理事会決議によって認められた集団安全保障措置としての軍事行動ではない。オフの法的根拠は国連憲章第51条の規定に基づき、 攻撃開始の当日である2001年10月7日に、米両国により、アンポリに提出された書簡にあるとされている。アンポリ議長に宛てた、この書簡で、当時のジョン・ネグロポンテ米国連大使は、以下のように述べている。In codence with article 51 of the Charter of the United Nations, I wish on behalf of my government to report that the United States of America. together with other states, has initiated actions in the exercise of its, inherent right of individual and collective self, defense following the arm of attacks, that were carried out against the United States on 11, September 2001, すなわち、国連憲章第51条の報告義務の規定に、基づき、米国は、他の諸国と共に個別的または、 集団的な固有の自衛の権利の行使として行動を開始したことをアンポリに報告しているのである。したがってオフは国連では米国及びその同盟国が個別的または集団的自衛権の行使としていった武力行使であると認識されている。この認識は2001年9月12日のアンポリ決議1368号の全文にて 以下のように明記されている。原文、レッキグナイシングザインハラント、ライトオブインディビジュアルアコレクティブセルフ、ディフェンスインコーデンスウィズザチャーター、和文、検証に従って、個別的または、集団的自衛の固有の権利を認識し、2007年10月現在、アフガニスタンでは、オフの名のもとに、以下の作戦が実施されている。アフガン軍の整備は、2004年4月の、 アフガニスタン治安支援国会合の枠組みの定めに、従ってアメリカ合衆国が担当しているが、アフガン警察の整備についてはこれまでドイツが担当していた。しかし NATO の増派要請に応える見返りとして、ドイツは警察整備の責務移管を EU に要請。2007年5月14日、欧州委員会は、この要請に応じて EU のアフガン専任警察支援組織、 ユポールアフガニスタンの創設を決定した。6月14日、ユポールアフガニスターンは正式に発足したが、その代表が数ヶ月で交代するなどまだ安定を見ていない。そこで、米軍は穴埋めのためにアフガン警察の整備支援を行っている。日本政府によれば、2007年4月時点で75 各国がオフに何らかの協力を行っている。実際に陸上で作戦行動に関わっているのは、米、英、フッツなどを含めた20カ国。海上での作戦に関わっているのは、ドイツ、カナダ、パキスタンなどを含めた8カ国である。海上での作戦であるオフミオには、2001年11月2日以降に日本も正式に参戦し、 インド洋に海上自衛隊の艦艇を派遣している。アフガニスタンにおけるオフは、フロリダ州タンパにある米中央軍が担当しており、その活動は、1000個無礼下である、カーブルのアフガニスタン合同治安移行司令部と、バグラムの合同任務部隊82、コンバインド、ジョイントタスクフォース -82、CJTF-82 が所掌する。ありがとうございます。